我らからのプレゼントだ。イルミネートストーム受け取れ。存分に味わうがいい。お見せいたしましょう。ということで、こんにちは、ライムです。はい、ということで今回ついにね、メイドインハッピーホリデースカウトということで新キャラやってきました。12月、まあこの間のね、生放送で発表された通りということです。で、詳しい性能等はね、あの生放送の時には発表されていなかったので、この動画の後、今回ガチャ動画ということで、次のね、動画でこのシュナ、それからルミナスの性能解説、このガチャ引くべきかどうかっていうところをお話ししていきたいと思いますので、ご興味ある方はそちらもよろしくお願いしますということで、とりあえず今回はガチャ動画行きたいと思います。で、今回の動画に関してはね、今まで僕はここ1ヶ月、リリースから1ヶ月ぐらい、まあ、ちょっと遅く始めたんですけど、無課金プレイでね、やってきたんですが、今回からついに、無課金卒業ということで、課金してきました。はい。結構このゲームをちょっと本気でやろうかなと思い出したので、まあ、これまでと変わらずね、無課金とか編成ないと低めの攻略等も間違えつつね、やっていきたいと思っておりますので、はい。頑張りましょう。とりあえず、性能解説前に、ガチャだね。いきます、10連スカウト。今回とりあえず100連だね。とりあえず100連して様子見ようかなと思うんですけど、その後まあそうだね、まあ性能を 見てあとコンテンツ、今後追加されるコンテンツとかによっても、まあ、頑張るかどうかっていうところだね。まあ、これ100連で出てくれればよかったりするし、あと突状況かなにも寄ってくると思うんで、なんとも、とりあえずの100連。あの演出的には星4以上が確定ですね。100連するからね、まあ、確定演出1つくらいは欲しいかなっていう感じはあるかな。1回くらいはあると思うんだよね、おそらく。まあまあ最初の10連だし20連目来た、20連目行こう。来た、確定演出来たわ。測定不能のエネルギーを検出しました。なんだって？出ましたね。まあピックアップされてるだけだから、必ずしもってわけじゃないけど、これは来るぞ。なんだろう。まだ持ってない非属性の星5キャラでもいい。非属性でもいいぞ。とりあえず、やっぱ、キャラクターをね。正確な仇がこれと分かれば、やる気も出るというものぞ。これは、なるほど、白狼か。白狼か。まあ、白狼はね、2突。かな、これで2突目、ごめん、1突だ、1突ということだね。白狼か。あ、でも風属性だから今回のイベントだと特攻になるのか。一応そうだね、今回のイベント特攻になるっていう意味ではいいかもしれないね。うん、多分先月よりも難易度高いんじゃないかなって思うんで、おそらく出てくるボスとかね、難易度自体がね、まだイベントクエストももちろんこれ11時ぴったりに撮り始めてるんで、何も見てない状態ですけどね。今この後ガチャ動画の後もイベントクエストのね、攻略動画もアップしたいと思っております。さすがに10連だと星4の演出だね。ほぼ星4の演出だね。こんなに、まあさすがに無課金なんで、こんなに一気に100連とかすることがなかったんで、なんとも思わなかったけど、単発とかね、単発ガチャとか多かったから。てか10連だとあれか、そっか、星4以上確定なんだっけ、そういえば。そりゃそうだよな、それは全部この演出なわけだ。そうだよね。
やっぱ 無課金と課金では感覚が感覚が変わるよね。全部夕方の演出なわけか。そういえば、なるほど。シュナ、まあ星4以下のキャラだけど攻略っていうこともまあおいおいねちょっとやっていこうかなとは思ってるんで。おこいつはこの間覚醒が配布されたミリムだね。ミリムなんだかんだレベル80にちゃんとなれば瀬戸戦ね、オークディザスターでもちゃんと活躍。ああれ、え、私は必ず真なるメイドに至らねばならぬのです。お見せいたします。来たー来たー来たよ来た。これ40連目だっけ。40連目でメイドシュナだね。しかもこれ加護だから今回確率低い方だよね。やったー出ましたね。風属性バフ、風属性バフの、キャラは一応カリブリスが 8% かな。カリブリス 8% バフで持ってたけど、オッケー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 、いいねいいね、オッケーオッケー、いいよ。提供割合ちょっと見てみようかな。提供割合前回と変わらないとは思うんですけど、ピックアップ 0.7%、 そうだよね 0.7% っていうことですよね。オッケー、なるほど。 0.7% 当たったのは、あ、シュナも 0.7% なんだね。カゴキャラと一緒なんだ。やっぱカゴキャラ当てるとしたら、やっぱこのカゴキャラピックアップの時に当てた方が圧倒的に確率としては高いってことだね。もともとカゴキャラ自体が 1% だしね。 1% の中の 0.7% ってめちゃくちゃピックアップされてるよね。スカイドラゴン40連でシュナ、オッケーオッケーオッケー、いいで、いいね、オッケーオッケーって。もう最低限はとりあえず確保したかなっていう感じだ。何気に今のシュンはあれだったんだよな、単発ガチャでこの間初めて出たんだよな。ワンチャンまだ手持ちにないキャラとかいるのかもしれない。ガチャ運は本当わからないからね。オッケーオッケーオッケー、はい、次60連目いきます。いいわだね。高密度のエネルギーを検出しました。さあどうだ、さあどうだ、星4だな。あとはマジで持ってないキャラ、無凸でもね、やっぱり星5キャラ1体いるだけで随分正当性楽になるからね。エレメンタルコロッサスの超級を早く攻略したいんだよな。シズさんがめっちゃ欲しい。今月はもう完全に風属性ピックアップになると思うので、火属性はピックアップされないと思うんだよね。はい、70連目いきます。まあ、いつになるのやらって話だけど、もしかしたら1月がそうなるかもしれないけど、火属性ね、火属性の月になるかもしれないけど、なるほど、出ないな、検出なしだな。だいぶあれだね、突っ進むというか、まあ交換でもいいんだけど。でん、勇気強いよね、星の中で勇気が結構強いと思う。はい、80連目いきます。やばい、石がどんどん減ってきた。石がどんどんなくなってくる。どうだ、いでよ、どうだ、来い、
あ、来た。来たー、来たわ。2回目だね。2回目の確定演出ということで。やったー。さあ、何が出るかな。さあ、ない。ワンチャン、ワンチャン星5にいてある。ワンチャン星5にいてぐらいある。もっと来てくれてもいいけど。そろそろか？来い！いでよ！いでよ！あれ？来ねえな。次？来た。私は必ず真なるメイドに至らねばならぬのです。またシュナか。一突だね。最速の一突の女になったね。最速の一突になりました。なるほどね。まあまあいいけどね。カゴキャラが突れるとめちゃくちゃ戦闘力上がるから ね、 平和だね。カゴキャラ一体突れるだけで戦闘力3000から4000くらい上がるからね。まあ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 、今回の今月に関してはめちゃくちゃ役に立ってくれ。あと来月の、武勇祭か。来月の武勇祭は風属性弱点になると思うんで。確定室なかったね。さらっと流しちゃったけど。うわー、ルミナス欲しいな。これで出なかった追加あるな。これ、別、また別動画にて後日またあるかもしれないな。これなるほどなるほど。はい、次最後だね。次ラスト100連目ということになります。これで出ても出なくてもとりあえずこの動画は終わりということになります。高密度のエネルギーを検出しました。どうかな。ここでの演出なかった。ここで頼む。ここで確定演出。どうだ、頼むぞ。来い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 来ねえ。来ねえ。マジかよ。ここまで演出出ちゃうともうないのかな。星5にここからポロッと星5出るってことないのかな。いかんせんまだガチャの試行回数少ないから。ユキね、強いね。ユキさん強いね。ダメそうだな、やっぱり。やっぱなさそうか。ここで演出ないって。あ、やっぱ出ないか。はい。なるほど。で、まあ、こちらが僕のね、あの、最速100連結果ということになりますが、天井はまあ、変わらずだね。全然と変わらず。200連でルミナス。で、300連するとシュナが、もらえるということになりますので、まあ、シュナ2体、ピックアップ2体だから、まあ、だと、一応ピックアップされてない白狼が出たということで、星5、3体だね、100連でね。まあ、確率的にはこんなもんかっていう感じはあるし、まあ、シュナが出てくれたから、とりあえずは良かったなと思います。で、この後、性能解説ね、実際のところ、シュナ、どうなの？ルミナスどうなのと、これ、無課金の方、引くべきかどうかっていうところもね、お話ししていこうかなと思いますので、ご興味ある方はぜひそちらもよろしくお願いします。といったところで、今回の動画はここまでで終わりたいと思います。参考になった、面白かったぜって方は、ぜひチャンネル登録、そしてメンバーシップ登録ともよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。